サバイバーはアメリカ合衆国出身のロックバンド。ロッキーさんの主題歌、アイ・オブ・ザ・タイガーの世界的ヒットで知られ、1980年代、中期に流星を極めた。活動停止期間を挟んだ1990年代からの再開以降、過去作品からのリバイバルを主体に活動している。1977年シカゴで結成、1979年デビュー。 ブラスロックバンド、アイズ・オブ・マーチの元、メンバー、ジム・ピート・リックが、チェイスの元メンバーであったデニス・ジョンソンとゲイリー・スミスを誘って結成した。他のメンバーもサバイバー結成以前から活動していた、バンド名の通りアメリカンロックの生存者、生き残りたちである。作風は一作目から一貫して、ハスキーなボーカルが、特徴のポップでメロディアスなハードロックである。 当初はセールスに恵まれなかったが、1982年にシルベスター・スタローンの依頼により作曲したアメリカ映画ロッキー3の主題歌アイ・オブ・ザ・タイガーが全米で6週連続1位という大ヒットを記録した。同曲を収録したアルバムアイ・オブ・ザ・タイガーも最高位2位まで登った。1985年には映画ロッキー4炎の友情の主題歌 バーニングハートもヒットさせている。なお、この曲は、ボクシングの亀田光希とオリックスバファローズの小松清志、当主が、自らの選手登場曲として使用している。1983年に、I of ブザタ Tiger などのヒットを歌った、デイブ・ビッグラーから地味、ジェイミソンへと、ボーカルが変わるが、バンドはこの後に黄金期を迎える。1980年代中期に、 バーニングハートをはじめ4曲のトップ10ヒットを放ち、ロン・ネビソンによるプロデュースの下でリリースしたアルバム、バイタル・サインズ、ホエン・セカンズ・カウントの2作も、高セールスを記録した。1980年代後半、音楽性がヘビな方向に変化し、セールスが落ち込んでくると、実質的に地味、フランキー・サリバン、ジム・ピートリックのトリオとなり、ベース、ドラムスが流動的メンバーとなった。 その後はバンド活動が停滞しメンバーのソロ活動が目立つようになった。特に1989年から1993年の間はバンドとしての活動は完全に休止し解散状態であった。左ジミジェイミソン右、フランキー・サリバン2013年1993年にデーブが復帰するも新作アルバムのリリースはなく、 ベストアルバムに新曲を収録した程度であった。1999年には、ジミ・ジェイミソンズ・サバイバーの名で、アルバム、エンパイアーズが発表されたが、これは、サバイバーの名を使って、ツアーを続けていたジミの2作目のソロ作品であった。サバイバー本体からジミに対して、バンド名の使用をめぐり訴訟が起こされていたが、同作発表後フランキーが、 サバイバー名義の所有権を得たことで決着がつき、アルバムもジミのソロ名義に変更された。結成メンバーのジム・ピートリックも1996年にバンドを離れ、2000年代はソロプロジェクトのプライド・オブ・ライオンズに専念した。2006年、18年振りとなるオリジナルアルバムリーチを発表。同作ではジミ・ジェイミソンがボーカルを務め、 フランキー・サリバンがギターとプロデュースを担当し、ジム・ピートリックが作曲でのみ参加した。同年、ジミ・ジェイミソンは脱退し、公認として、ロビン・マッコーリーが加入。2008年、ジミ・ジェイミソンが、ジム・ピートリックと組んで3作目となる、ソロアルバム、クロスローズ・モーメントを発表。こちらも、もう一つのサバイバー復活作品として、高評価を得た。 2012年のツアーから再度ボーカリストにジミジ・イミソンが復帰。さらに2013年からはデーブとのツインボーカル体制になっていた。2014年8月31日、ジミジ・イミソンが心臓発作のためテネシー州メンフィスにある自宅で死去。翌2015年に21歳の新人、キャメロン・バートンが後を継いだ。ありがとうございます。